こんにちは。スケート1000時間チャレンジ中のミカです。この動画では大人からスケートを始めた私が1000時間練習していく間にどれくらいスケートが上手になったかというのを検証していく動画です。この日はお友達がフィエスタタンゴを教えてくれたのでそれを練習しています。チェンジエッジがどうしてもできるようになりたくて自主的に勝手に練習しています。私の動画では先生に教えてもらっている技もあるのですが、憧れていることがあるとこうやって勝手に練習を始めてしまうこともあります。なので私の動画を参考にしてくれる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、こうやって勝手に練習しているものも多々あるので、ご自分のコーチがおっしゃっていることを優先にして練習されるといいと思います。勝手に練習シリーズ、スリージャンプの飛び方というか、こういう軌道を描くんだよっていうのを友達に教えてもらったので、自分でもやってみてるっていう図です。現在この動画を編集している2月現在、ジャンプの練習が始まったので、この10月半ばのデータを今編集していて、フォームだけでもジャンプっぽい何かがしたかったのかなと自分で自分を微笑ましく思っているところです。バッジテストで使わない方のモホークを一生懸命練習しているところですね。本当にこれ難しいんです。足を1、2って変えるだけなんですけれども、バランスが崩れてとても怖くて、何度も何度も練習をするんですがなかなかうまくいっておりません。ブレードをインサイド、インサイドって変えなきゃいけないんですけど、ガコッと真横に入ってしまったりして、もうそうすると手すりから離れられなくなってしまっています。これなんか飛びたかったのかな。だいぶおかしいですね、フォームが。ご機嫌でバイバイってやってる場合じゃないですね。バックアウトのセミサークルです。半円がなんとか受けるようになってきて、怖いんですけど後ろにスーッと動いていく感覚もなんとかつかめてきて楽しいなぁと思いながら練習をしています。本当は実は10月にバッジテストを受験する予定だったんですけれども、ちょっとしたアクシデントが起こってしまって受けることができなかったので、12月にテストを受けることになりました。はい、スリージャンプに入るフォームみたいなのを
頑張って練習していますね。頑張れ。全然できていないんですけれども、本人すごい嬉しそうです。方向転換するとか、ちょっと回ってみるとか、そういうのが表情でできるのが本当に本当に嬉しくって、時々こうやって練習していました。嬉しそうですね。とにかく研磨をしてもらいました。研磨後初滑り、ちょっと緊張しますが撮りたいと思います。ピカピカです。こんにちは。研磨をしたら滑りにくくなってしまいました。本当にこんな感じなんです。わざとじゃないんです。いやー、全く滑れなくなってしまいました。ちょっとどうしたらいいかわかんないんですけど、しばらく滑って慣れたいと思います。今日の動画は以上です。見かねた先生がブレードの角を少し落としてくださって、格段に滑りやすくなってご機嫌で滑っているビデオがこちらになります。スケートを始めた時は研磨をしっかりしてもらって、深めに溝を作っていただいていたのが少し上達したので、浅めの方が滑りやすくなっている、上達した自分に気がついて嬉しかったです。研磨後先生に角を落としてもらったら、なんとかバックのセミサークルもできるようになってきました。これからスケートのブレードを研磨するときにオーダーの仕方が分かったので勉強になりました。バッチテストまでベストな状態の靴で挑めるように頑張っていきたいなと思います。なんと10月の半ば頃、この日初めてバニーホップを習いました。私の姿を見ていて先生が、バッチテストは大丈夫そうでしょうということで次の段階に進むことになりました。バニーホップは体力を結構使うので、練習の一番最後に外周を一周バニーホップで回ろうと思っています。はじめは怖いので手すりがすぐそばにある状況で練習しているんですけど、手すりなしでもその日中にできるようになりました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。